Interstellar flight was available to human beings exactly 3 million years ago. Humans were able to transport themselves at wish. With the power of the mind, they could reach anywhere. こんばんは、大阪アイス、お久しぶりです皆様、2ヶ月弱ぶりに、やっと、配信するちょっと準備がね、できまして、長らくお待たせしました、第40回ということで本日は、ソロ配信でお送りしていきたいと思います、ということなんですけれども、本日は私のですね、友人が飛び入り参加ということで、後ほどご紹介させていただきたいと思いますので、お楽しみください。そうですね、2ヶ月半ぐらい前かな、前回はユー・マツーラ君をね、若手、今頑張っていただいている、DJ のユー・マツーラ君をお呼びして、お送りしたんですけれども、そちらもね、ミックスクラウドと、YouTube にアーカイブ上がってますんで、今までの過去、収録のアーカイブとともに、また時間が空いた時にね聞いていただければと思います。そうですね、2ヶ月弱の間、じゃあ僕何してたのかっていうと、特に別に何も特にしてたことはないんですけれども、市場でちょっと忙しくてね、スケジュールちょっと取れなかったというところなんですけれども、その間にですね、緊急事態宣言も解けて、パーティーがね、続々とちょっとフライヤーとか、大阪ワイズもね、大阪のパーティーを告知したりとかもしてるんですけれども、皆さん見てる方はわかるかと思いますけど、すごいパーティー多くなってきてね、僕も大忙しということで、パーティーの告知で忙しいというところではあります。で、フェスティバル、野外パーティーとかも、すごいいろんな、パーティーの情報入ってきてます。まだ、そろそろあれですかな、ガイタレも、入国今3日とかで行けるみたいなんで、ガイタレもフライヤーに乗ってたりとかもしてるかなというところで。で、それでもね、まだ国内アーティストだけでフェスとかもやってるんですけど、
まあそれでもね、だいぶこう興味惹かれるようなパーティーっていうのは非常に多くて、今週末かな、ボナポット、伊豆であるフェスとかね、あとは、先週あったフルーとかね、まあ、各パーティーイベント、すごいメンツ良くて、で、環境もすごいいい感じで整えられてるみたいで、すごい興味あるパーティーなんですけど、個人的には、ローカルを守らないといけないという勝手な、宿命のもとですね、フェスには行かず、大阪でのローカルで、楽しく遊ばせてもらってます。まあ、大阪、痛い、そう、痛いだけやねんけどね。だって。まあまあ、大阪で遊びたいだけっていうところもあるんですけどね。で、そうですね。まあ、先週だって言ったら、本当に淡路島でね、アンチボ、京都の、ビンさんしかり、やってるアンチボディーズコレクティブの、イベントが、あったりとか。してたんでね、そちら行かれた皆さんもいるかと思います。で、気候的にはね、今日いきなり気温が、ドロップしましてね、いや、今ちょっと、鍋をしながらちょっと配信してる形です。家で鍋してる方いらっしゃいますでしょうか。申し上げまし、ま、遅れましたけどね、今日もチャットで、コメントをお待ちしてますんで、今お聞きいただいてる、皆さん、ミキサラーっていうアプリのね、ログイン、アカウント作ってログインしていただいて、チャットにもぜひメッセージ、いただければと思います。これ今日はね、ソロ配信っていうのは10回に1回、僕がソロで配信する回っていうのを作ってまして、で個人的にはそのリスナープレゼントっていうのをね、毎回用意してるわけなので、で、このリスナープレゼントにつきましては、後ほどまた紹介させてもらいますけれども、クイズちょっと考えてまして、で、クイズに答えていただいて、で、正解した1名の方にプレゼントするという形。で、回答方法は、まあ、私のツイッター、インスタグラム、大阪ワイズのアカウントに、メッセージ、回答いただいて、まあ、お答えいただいてもいいですし、こちらの、ミキセラのチャットからね、お答えいただいても結構ですので、こちら今お聞きいただいている皆様、ぜひログインして、回答いただければと思います。早速聞いていただいているカズコちゃん、お疲れ様です。神戸のね、マルコくん、一緒に聞いてるもらってるかな。マルコくんはまだ仕事かな。ワーカホリックって噂のあるね、この前マルコくん、マルコくん東京に行っててね、大阪の方、大阪でも DJ めちゃくちゃやってたんで、知ってる方もいると思いますけど、東京から関西に戻ってきてまして、この前マフィンで DJ、やってるのちょっと聞いたんですけど、もうさすがのプレイで、今度またちょっと一緒にやりたいなっていうところで、マルコくん、 DJ マルコチェックしてみてください。めちゃくちゃやばかったですこの前。そうですね。まあ、パーティーどんどん増えていってるっていうことでね、まあ、コロナによる緊急事態宣言がなぜか、パッとね、なくなってね、今まで何やったんやぐらいの感じで、人めちゃくちゃ外増えてきてね、これまた第6波とか来るんかなぐらいの雰囲気今なってるんですけれども、まあ引き続きね、やっぱりウイルス自体がなくなったというわけではないと思うんで、皆さん健康には普通に気をつけて、この普通やとね、冬とか絶対風邪とか流行るし、インフルエンザとかも流行るんで、健康に気をつけて年末年始も遊んで迎えたらなと思っております、僕個人的にもね。で、まあ、その緊急事態宣言開けたということもあって、まあ、今までオールナイトできてなかったヌーンとかね、私個人的にはホームと思っているクラブなんですけども、クラブヌーン、こちらも今オールナイトで、先週、絶対もめちゃくちゃ久しぶりにやってましたね。で、あとはまあ、コロナ禍の中でもだいぶ名前出させてもらったカリフラワーね、カリフラワーもついに動き出したということで、今カリフラワーはね、なんかこの前ヒデオ君に聞いたら、バー営業で、まあ、DJ、担当2人ぐらい週末、金土開けていこうかみたいな話はしてたんでね、今後、もし、まあ、これからちょっと金土は開くみたいなんで、ぜひお立ち寄りいただければと思います。カリフラワーはやっぱり久しぶりにカリフラワーで遊びましたけども、アゲイさん、カリフラワーに、あ、今週、あ、ほんまに、
あ、今週ほんまヒリオ君遅いね、配信なんか情報まあカリフラワーはおそらくあの何もほっといてもあの人が入るから別に告知せんでもっていうところだと思うんですけど、なんかアゲイスさんが次今週末は DJ するみたいなんで、あのぜひ。であそこはね、あのビル皆さん知ってると思う、知ってる方も多いと思いますけども、あの上にはマフィンがありますし、はしごっていう形でね、立ち寄ることもできますし、でクラブ周辺にはアメリカ村のど真ん中なんで、クラブ遊びに疲れた方とかはね、 あそこで一杯ちょっと休憩しようかというような遊び方ができる、すごいあのいいバランスで、大阪ちょっと回ってるなと思いながら、日々遊んでおります。他にはまあ僕この前 DJ またあの2回目させてもらったパルコの地下2階のタンク酒場、あそこもね最初やった時8時までやって、でなんかまあ今どうなんやろうな、音も全然8時までやったら出せんくて、まあ服屋さんとかも空いてるんで、どうなんかなと思ってて、でこの前やったのは10時ぐらいまでやらして、9時かな、9時ぐらいまでかな、今10時までやってるみたいなんですけど、9時までやらせてもらって、やっぱり店閉まった後すごい音を出させてもらってね、でオーナーの古谷さん、古タンクさんも、まあ、かなり喜んでいただいて、だいぶやんちゃしたんですけど、だいぶ喜んで許してもらったっていう、これからちょっとじわじわパルコの地下2階をすごいことにこう持っていけるんちゃうかみたいなちょっと野望が若干出てまして、であそこ前に大きい寿司屋さんがあってすごい安くて美味しいんだけど、その寿司屋さんので待ってる人たちがこうみんなこう音楽聴きながらこう踊るみたいな雰囲気がねちょっと出てたりとかして、すごい新鮮で楽しく DJ できました。平日からやって、今日もやってるんかな、やってるんで、まあ仕事終わりに立ち寄ったりとか、週末はもっと盛り上がってると思うんで、まあ週末遊びに行ったりとか、で天井がね地下2階にあって、で1階ぐらいまでこう天井があって、なんか天井がすごい広くて、まあ保温系の音とかね、めちゃくちゃこう飛びがすごくて、音の抜けっていうかね、エコー、天然エコーが出てて、まあそういった形で気持ちよく音聞こえるような環境、まあある程度出せればですけど、まあ、なりますんで、ぜひ機会があったら立ち寄ってもらえたらなと思います。でその他サーカスのね、上にエリアっていうクラブ、あれあそこどこが移転したんだっけ、流れ木ね、そうやね、流れ木が移転して、サーカスの上にエリアっていう、まあ、バー、DJ バーが出てまして、できてまして、まあ、そこ、またね、新しい若い子らのたまり場というか遊び場で、まあ、はしごもしやすいということでね、また面白い、クラブというか箱、場所ができたなっていうところではあります。で、あとは、キャッツのシステムが変わるみたいな。変わるというか、まあ、組み直すみたいなね、ブースの位置も変わるっていう、あれめちゃ面白そうで、ちょっと今度見に行ってみようかなと、週末あたり見に行ってみようかなと思ってます。なんか来月からそういうシステム変わって、またちょっとイベント入れていくみたいなこと話もしてるんで、まあ、ちょっとそこも一回遊んでみたいなと思ってます。まああとはそうですね、あとディグダグレコーズ、三ツ安、大阪ですね、もうゲスト出てもらった三ツ安、ドワーフのね、エクレクの三ツ安が、レコヤをやってて、で、ギャラリーでスペースで、夕日、ドワーフのもう一人夕日っていう子で、夕日が やってる、ギャラリーでお酒も飲めて、でレコードも、まあ、三ツ安の他に僕も一緒にパーティーやってるナイアガラの秋広もう、レコードを置いてるということで、すごいいいスペースだと思います。お酒も飲めて、でレコードも掘れて、で雑貨とかも置いてるし、まあクラブ会話の人たちが集まるっていうところでもあるし、メスカルも置いてるしね、すごいいい場所なんで、ぜひチェックしてみてください。そうですね、あと面白いところでは、僕はまあ休み中だいたいダフニアとか、カリフラワーとか、まあカリフラワーはまあ最近やね、ダフニアとかで遊んでるんだけども、ダフニアこの前ね、神戸の人たちが来てて、まあ何て、コンツアー、まあ、なるほどね、 HH ブッシュっていう服のブランドを、やってるクル
が、まあ、やってるコンツアーっていうパーティーがあのこの前あの神戸のパーティーなんですけどね、大阪でやってて、であのすごいヒップホップ の、まあ、パーティーっていう色はあるんですけども、あの DJ グラウンド、僕実は幼馴染なんですけど、あの DJ グラウンドのね、パーティーパーティーじゃないゲストに呼んで、でヒップホップのパーティーだけどなんかちょっとその四つ打ちハウスとか、ディスコ、あと、まあ、ブードゥーホップみたいなこうなんていうんですかね、ダウンビートスローモスローモとかな、そういうのも取り入れたりとかもして、でお客さんも結構ねそのジャンルの垣根っていうのはない感じで、パーティー楽しんでる感じですごいいい雰囲気で出てました。であの山地くんもねあの映像関わったりとかしてますし、あのすごい新しいないい流れだなと思って見てます。でそこであのやってるねあの DJ も今度また紹介できたらなと思ってるんで、ぜひ今後もチェックしてみてください。でダフニアのねあの横のあの横のっていうか向かいのあの名村でもそこでもこの前あのめっちゃ面白いのやってて、これもかなりもう年に年一ぐらいの失態を犯してしまったんですけど、あのダブミーティング大阪ってあのまあ倉庫でやってる桜井くんとかね、あのひろしくん、エレメントとかやってるパーティーありまして、でそこのあのまあ横浜やったっけな、あれ東京から、サウンドシステムの、まあ打ち合いみたいな最高音響対っていうのであのやってて、まあ、そのパーティーめちゃくちゃ行きたかったんですけど完全にあの寝過ごしてしまって、で目覚ましもめちゃくちゃつけてたけど寝過ごしたっていうのは本当にもう1年に1回あるかないかというかないぐらいのレベルでミスったんで、ちょっとかなりショック受けてます。あのまあないことにしようっていうことでね、あの個人的にはちょっとスルーしたいなっていうところなんですけど、あの行ってた皆さんちょっとどうやったか感想また教えてください。そうですね、そしたらまあちょっと一回休憩入れて、でちょっと今日ね知人が来てるんで、そう紹介したいと思いますんで、じゃあ一回ちょっと休憩入れます。ちょっと今日はあの喋りながらねヘルプ誰かに頼んでやってるんで、引き続きちょっとよろしくお願いします。大阪ワイズ40回大阪ワイズこんばんは、本日は、某、北堀江の某スタジオから、お送りしております。いつも言ってそうやないやナイアガラスタジオです言っちゃったみたいな、最初から言えよみたいな、こけちゃんありがとうございます。40回おめでとうございます。40回ということでね、まあ、1000回を目指して頑張ります。あ、和子ちゃん返事もらってたね。マルコくんまだ仕事してるみたいで、そうやね、マルコくんをいつかは呼びたいなと思います。ね、ほんまに大阪ワイズっていう名前をつけてるからすごいしがらみがあってね、なかなかこう大阪ではやってるけども、でも大阪出身じゃないんだよねみたいな人をこう呼びにくいみたいな雰囲気が出てて、で、まあでもね、今後まあ、大阪でガツガツ活動してる人はぜひ出てもらおうかなとは思ってます。で、まあ、大阪 の、 アーティストでもね、僕全然紹介できてない、すごいこの人なんで紹介せえへんでみたいなアーティストいっぱいいるんですけど、その方はもういろいろ声はかけてるんですけどね、スケジューリングとかも難しくて、またちょっと呼びたいと思います。ということで、今日ちょっとね、来てる友達ちょっと紹介したいと思います。まあ、淡路島で僕、以前、DJ やらせてもらったパーティーありまして、ノアっていう、野外の、
まあ、フェスでもないんですけど、まあまあ、行ってみたら分かると思います。なんかちょっとプライベートパーティーの延長で、すごい、まあ、フェスになっちゃったみたいな感じの雰囲気の、すごいいいパーティーがあるんですけど、そこで、まあ、DJ やらせてもらってて。で、まあ、一番最初の、その、今日の紹介する友達の出会いっていうのは、まあ、昔、10年前ぐらいかな、インサイドホースっていうパーティーを、トライアングルでやったことがあって、その時にパーっていきなりこう、出てきて、で、こう、なんか、声かけられたんですけど、その時はあんまり僕が、記憶なかったんですけど、携帯にがっつり淡路島の何々さんってこう名前がちゃんと残っててでも何を会話したかを全く覚えてなくて、ほんまに何があったんかみたいな。でなんかまあすごい、え、あ、その時にやってるちょっともう後で聞いた、え、そんなことなってたんやみたいな話で、まあまあそういったこう僕らと同じなんて系統の方なんですけど、悪気はないけどやっちゃうみたいなね、ところなんですけどね、楽しいお方です。紹介しましょう。ノアの主催者で淡路島のなんて言ったらいいですかね、王様と言ってもいいか、池ちゃんです。あ、どうも池田です。池ちゃんこんばんは、よろしくお願いします。まあ聞いてる方、知ってる方もいらっしゃるかと思いますけれども、池ちゃん、池田イケル名義で DJ、はい、やらせてもらってます。で、ディスコボール池田名義で、ライティング、そうですね、そうですね、はい。で、大阪では池ちゃん結構昔から活動してたんですか、僕らが会う前ですね。DJ キャリアは墨の ABCから始めてて、はい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 、でそこからサオマイがあった時代からクラッパー、はいはい、カリフラワーなどで遊ばしてずっともらってて、へー、うん、でそこで遊んでるうちにナイアガラっていうヤバいパーティーがあるらしいぞっていうのを、島根県で僕その時よく遊ばしてもらってたんですけど、仕事の都合で。あ、そうなんすね。でそこで放送部ネイチャー、はいはい、まあ、ケイザさん、しかりケントさんしかりをとか、あといいねの千田さんとかと知り合って、うんうん、その音楽を知って、その、LINE で大阪ですごい面白いパーティーやってるっていうのを聞きつけて遊びに行って、悪さしたっていう次第なるほど、そういう流れ、うん、そういう流れがあったんです ね。え、大阪でその墨の絵とかで遊んでたっていうのは、はい、今もそうですけど、大阪で一番古い知り合いって誰になるんですか、その音楽界隈でいうと。音楽界隈で一番古いっていうと、その墨の ABC で DJ やってた時に、それこそ、その時まだライブしてたパイパーくん。おお、ライブ？パイパーパイパーアットダウンっていうライブで、ハードウェアを使ってすごい10時間ライブしたりとか、そんなんやってたね、すごいストイックなことをずっとあ、そうなんだ。そのライブのテクノ感にすごい食らわされた後、エイジオブラブっていうパーティーのサキさんに、はい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 、その時サウンドチャンネルがアメ裏に移ってきてて、そこで DJ 呼んでもらってて、で僕が DJ 前にあちょっとレコード見直しとこうって見てたら、ちょっと後ろからため息が聞こえて、何やねんこいつしょうもないなみたいなため息が聞こえて、すれ違ったらサキさんやって、で腕組まれてて初めて会ったんですけど、すごい怖くて、怖いですね。で僕もちょっとその時イライラしてて、ちょっと彼女といろいろあって、ほんで僕も大きいため息ついて2枚ぐらい見てレコード戻してでそこで DJ した時、思いのほかみんなに受け入れられた日やって、その時にエイジオブラブやってるサキさんとパイパー君にフックアップしてもらって、ジーンがあった頃にノブさん呼んだ時に DJ 誘っていただいて、このアンダーグラウンドシーンと関われて、パウワウ含め、その僕はエイジオブラブスタートみたいな、そうですね、フラワーオブライフはギリギリかすれてないんですけど、息吹だけギリギリ感じれたかなっていう世代にはなってきます。完全な同世代ですね僕多分その時がっつりヌーンで働いてた時ぐらいで、20代前半って感じですよね。そうですね、完全に22、1、2の時にギリギリで、もうほんまにフラワーオブライフは僕全然絡んでなくて、っていうのがヌーンで働いてたから、行かれへんみたいなタイミング的にそうそう、毎週被ってますからね。フライヤーだけ見ながらこうなんかちょっとフライヤー巻きに行ってくるわっていう、店長の豊志くんを横目に、いやこれ遊びに行ってるやろみたいないやここで言って怒られるけど、いや本当に僕まあ淡路島のすごい田舎出身なんで、田んぼと池があるようなところで住んでるんで、思い描いてたその現場のパーティーで行われてるアート感っていうのをすごい感じさせてもらえたのが、そのパウワウしかり、そのナイアガラしかり、でそこでずっと憧れてて、知らぬ間にライティングをするようになってしまって、それがまあ田舎で DJ のりさんとかクロマニオン、
さんとか、うんうん、あのヒカルさんとか呼んでた時に田舎なんで照明まともな照明してくれる人なんかいなくて、はいはいはい、で自分でやりだしたのがきっかけで声がかかって、うんうん、なると知らん間に昔遊びに行ってたコウタくんと、うん、あの明宏くんから声かかってナイアガラのパーティーにもうずっと呼んでもらえるようになって、もう今年もね年末やるやつで僕呼んでもらえて、そうそう本当に家族のようにしてもらってます。いやもう照明はね僕ちょうど多分アメリカから帰ってきた時にフーフィットで見たんですよ。で、イケちゃんの存在はまあ知ってたけど、ライティングやってるってまず知らんかって。で、ほんまにニューヨークでそのミラーボールをめちゃくちゃそのなんていうの、どれだけこうすごくすごい感じに照らすかみたいなのをやってる人たちがいたんですよ、うん、でそれにめっちゃ衝撃受けてて、それで帰ってきて、なんかちょっとまあ似たようなことをやってる人がいるみたいな感じですごい衝撃受けて、これちょっとナイアガラ行きましょうよみたいな、でも明宏くんももう やるつもりやでみたいなあの感じやって、もう即決やったんですよあれは。グルーブが同じでしたね。でもまあイケちゃんでも個人的に DJ も結構がっつりやるタイプやから。そうですね、人と違うことしたがるタイプで鍋もこう調整してるからちょっと話してるんですけど、話して今て鍋の火の調整しながら話してるからDJ もがっつりやるから、ちょっとやっぱ照明うずうずするでしょ、照明ずっとやってたら。だから誰かに変わってほしいとか思うでしょ。自分が DJ してる時にライティングをやってくれる人がいないっていう課題をずっと抱えてて、はいはい、でいろんなパイセンが僕のコントローラーを使ってやってくれるんですけど、うんうん、無茶苦茶になったまま放置されるっていうのがほぼ毎回やって、でそれが最近のみんなね優しさでやってくれるんですけど、うんうんうん、レーザービヨ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 ってなった状態のまま1時間 DJ するのはさすがになかなか厳しかったりもするんで、最近ディスコボール協会っていう、ああ先言ってたねお弟子さん制度を取るようにしてて、最近神戸に3人お弟子さんが生まれて、でさっき話してたらコウタ君も多分会員番号4番になるんじゃないかなって今その口説いてるとこですね。そうですね、なんかね、うん、いつもやりたいんですよ。いつもやりたい気持ちはあるんですけど、うん、そのイケちゃんは俺らが主催してるパーティーに出るわけじゃないですか、うん、だからその主催してるパーティーで照明やるって結構大変。そうですよね、例えば、ね、フーフィットでイケちゃんがやってる時に、うん、ちょっと俺も遊びに行くから、はい、ちょっとやらせてもらっていいですか、はい、みたいな。いや本当にそんな感じでディスコボール協会の会員は集めてるんですけども、練習どこで練習とかあるんですか。練習すごい照明ってそんな難しい難しくなくて、例えば僕がミラーボールを照らしてる照明でいうと、うん、フェーダーと呼ばれる縦に、動かす、あ、そうですね、DMX のミキサーで使ってるんですけど、たった4チャンネルで、うんうん、例えば形を変えるもの、色を変えるもの、ストロボするもの、はいはい、明るさを変えるもの、たったその4つであったりはするんで、うん、指が4本あればいけるんじゃないですか、うんうん、まあまあ右手2本左手2本で、そのせめて曲のイメージと合う色にしてあげるだけ。そうですね、そうですね、ストロボの使い方を、うんうん、BPM を別バッチリ合わせなくても、うんうん、少し遅めにするのがおすすめなんですけど。そうですね、遅れてくる感じがこう、ね、逆にこうグルーブを生み出すみたいなそれを DJ 側じゃなくてこっちでも仕掛けられるっていうのがあるんで、DJ やってたら照明多分結構できるっすよね。そうだからブレイクのタイミングで照明ちょっと光量上げたりとか、うん、でいきなりこうビート入ってきたら沈めるとかね。それこそ高橋徹さんの DJ バカ一台の本とか、うんうん、いろんな古いディスコ DJ の、本とか、うんうん、記事を読んでると、その昔 その70年代の日本のディスコでも、うん、まずディスコに就職したら照明をやらされると、はいはいはい、昔はもう全部手作業でパッチンパッチン、うんうん、DMX なんかなかったもんで、うんうんうん、指作業手作業で全部やって、何やったら壁に入ってコンセントをカチ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 やったりとかするやつでそれで空気の読み方を覚えて、うん、で曲を覚えると、はいはい、でその次 DJ をやらせてもらえるようになって、うんうん、一番最後にバーテンダーをやるように。最後がバーテンダーっすね。憧れがバーテンダー、ゴールがバーテンダーっていう世界やったっていうのを聞いて、で店のレコードでかけるっていうディスコの話をそういう雑誌とか記事とかで読んで、はいはいはい、であそうやったら俺そんなにセンスあるわけじゃないって自分では思ってるんで、その人びっくりさせるようなセンスじゃなくて、その当たり前を当たり前に表現してあげれるように
照明でできればなっていうのをずっと思ってて、まあ、パーティーをこうなんか作る上で、まあ、あのさっくり今日あの来月あたりちょっとパーティーみんなでやろうかみたいな感じのでもいいけど、僕らが結構やっぱ最初衝撃受けたのって、まあ結構フラウライフとかこうなんかいろんな SI もそうやし、こうなんかあの結構作り上げてる感じだね。こう照明は照明のプロがいて、そうなんですよね。でこうなんかデコレーションはデコレーションのプロがいて、でサウンドマンもちゃんとついてて、こうなんか結構あのカチッと全部ハマって、そうですね、あの滑って僕が好きな言葉があって、全てはダンスフロアのためにのため、ダンスフロアに遊びに来てくれる人たちに環境を提供する、どう感じてほしいか、どうあってほしいかっていうのを照明とかデコレーションで誘導して、まあそれの間をあの DJ さんがメインテーマをつけるのを間を我々あの照明であったり VJ であったりが埋めていくっていう、まあなんかその曲でもこの普通にレコード買って家で聞いて、まあ、これクラブでかけたいなとか、これ外でかけたいなとか、でもそれ以上にこれじゃあクラブでどういう光景の時にかけたいとか、あの外でも夜でかけたいのか、昼でかけたいのか、寒い時にかけたいのか、あったかい時にかけたいんかっていう、そういうのもあるから、こうやっぱあのパーティーをこうオーガナイズするというか、こう作っていく上で照明とか、まあデコレーションもそうやし、そうですね、それこそ風船膨らむこと一ついつもと違うであったりしてもらえると、すごい遊びに来た人はワクワクはすると思うんで、でやっぱその照明をするようになって、それこそフーヒットも3年ぐらいずっと担当させてもらって、毎月あれ大阪のレギュラーパーティーでちゃんとそのイケちゃんのレジデンスでライティングっていうのはフーヒットは初めて、僕フーヒットやでってふわっと言われてるんですけど、ふわっとなんでまだ、あそうなんですか。だから後ろのあのカッコにはまだフーヒットつけれない人やなって思って、マジっすか、つけてないです、フーヒットでしょ、全然つけれないんですけど。でフーヒット出たから、だいぶブッキング、ライティングのブッキング一気に増えたでしょ。そうですね、一気に増えて、でなおかつその去年コロナ始まった時に僕がノアっていうパーティー始めて、でそれもまあフーヒットのみんな出てもらって、であのあ頑張ってるからっていうので DJ でフックアップしてくれて、カリフラワーで裏フーヒットで僕ゲストで、いつもはライティングやけどっていうことで DJ で呼んでもらえたら、そっからまた間口広がって、最近サーカスとかいろんなところでまた回させてもらえるようになってきて、で DJ もね、最近めっちゃトライアングルとかもやってるし、あのトライアングルでもライティングは結構ヒップホップ界隈のところでもライティングやってるっすよね。そうなんです、あの僕は b ボーイ要素ゼロではあると自分では思ってるんですけど、最初そうやと思ってたんですけど、結構最近ヒップホップかけてるみたいな話を、なんでね、あのそのやっぱりそのそこで何ができるかって考えたら、使えることは全部使おうかなって思うんで、で書ける曲は基本的に仲間の曲、それこそ淡路島出身、神戸出身、大阪出身、出会ったやつらの曲をなるべく現場で書けたいなっていうのがあって、それこそビートもそうですし、でその全く違う人が触れ合うときに生まれる新しい音楽っていうのを作るのを手伝いをずっとやってると、知らん間に B-Boy と付き合うなんて、キャリアは全くテクノミニマルクリックから始めたんですけど、はあはあ、なんかやっぱりあれですか、なんかどっかのパーティーでこう、イケちゃんがライティングやってるのを見て、こう若い子らが興味持ってこう声かけてこう一緒にみたいな、そういう流れで、それこそあのスタジオバップルっていう神戸にある箱が、はい、やっぱり B-Boy の集合場所になってて、スケーター、グラフィティ、ライターっていう、あの神戸ザ・ストリートの代表するバップルっていうのがあるんですけど、でそこに行ってると B-Boy が集まってきて、淡路島のサイレントキラージョイントっていうラッパーがいて、そいつがまあやっぱり田舎なんで、あれぐらい有名になってくれるやつがパッと、まあ、YouTube も込みですごいね、上がって行ってくれて、活動活発な活動で、しかもめっちゃ売れてる、そうなんですね、でそいつのがどう動けるようにするための淡路島にするかと思ってスタジオ建ててみたり、でするとすぐつながって、はいはいはい、あれよあれよという間にトライアングルで DJ するようになったんですけど、聞いた通り僕もともとテクノでハウスで泣いちゃってディスコ聴くようになって、ファンクソウルで最近ヒップホップ聴くようになった、その多分逆のルートで ヒップホップまでたどり着いてる。それこそトラングルで DJ するときマスターピッチで、あのナイス音楽かけるっていうのでやらせてもらってて、すごく若いやつらの感性って面白くて、やっぱブラックミュージック好きやからヒップホップ好きやったりはするんで、ゴスペルかけると泣いたりする子もいて、ニューエラかぶってる子が涙流してるのはすごいですけど、英語は理解できなくてもあのコーラス感と音楽的感動は
伝わるみたいで、まあ、トライアングルのパーティー本当面白そう。なんかあの、うん、なんていうんですかメンツ、うん、で、あ、結構神戸淡路島のあの辺の人が半分ぐらい占めるんですか。あれ大阪で一応パーティーをやってるけども、いや、それこそまあ今のトライ昔と違って今のトライアングルも完全に関西のヒップホップの登竜門、あ、なるほど、みんな集まるみたいな、完全に登竜門になってるんで、根性あるやつはそこの門を叩いて、はい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 、いやチャンスあげるよって平日にラップバトルでも何でもサイファーもやってるんで、はいはいはい、そこで勝ち取ったやつが週末ラップするような、はい、あんまにリアルなヒップホップを見せてくれる。みんな若いでしょ、25以下、いやいやいや、もうちょいちょい18歳いますよ。18いや、やっぱ高校生今の赤いやつらのラップのクオリティってすごいですよ、感動します本当に。ビートメイクもそうやし、すごいですね18歳、うん、いますよ全然、ツアーの可能性が素晴らしくて。なるほどね。まあちょっとトライアングルの久々に行ってみたいなと思うんですけど ね上のね、あのプールスペースじゃないですけど、あのジャグジーが ねそこで来年からパーティーできればなって、その DJ マットジャグと企画してて、下でゴリゴリのヒップホップやってるんですけど、上でディスコとかハウスとか、はい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 、それこそ我々ローカルヒーローたちをその若い子らにの目に触れるように、うんうん、ナイスミュージックを聴けるような、全く逆でもいいかなと思ってて、うん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 、不意に逃げたくなった時にこっち来た時に新しい音に触れてもらって、うんうんうん、でそれこそさっき触れてたあのコンツアー、来週ダフニアでやる、あ、来週またね、このまた、ね、ダフニアでやるんですけど、そのコンツアーの HH ブッシュのチームとかもラッパーいながらその、ダンスミュージックもかけるっていうチームになり変わっていく中で、うんうん、そこでやっぱ大阪、まあ、関西禁煙で、ナイス DJ っていっぱいいるじゃないですか。 それとつなげていくのがまあ僕の役割でもあるんかなとか思いながら、いやもう本当にあの、うん、ノアがまさにそれになってるんちゃうかなと。僕もあそこで初めて喋ったヒップホップの若いコーラとかも結構いるんであそこは結構やっぱもうホーム感があるから、そうですね、全員の 家感があるから、ね、こうなんかこう2日目、1日目は全然喋らんかったけど2日目おったらこう、うん、なんかイエーイみたいな、こうフロアでウィーみたいな、うん、このあの DJ ブースでこう、ね、DJ やってたらこうこの前とかも秋広くんとくもんくんこうなんかこういきなり DJ にこうなんか今度ちょっと大阪でやるみたいな感じでいきなりブッキングしたりとか、そうなんですよ、すごい絡みがこう生まれるんですよね、あっこで。ね、今回のその来週週末がの金曜日から日曜の終わりがファイナルになるんですけど、はい、まあその最後のパーティーもまあテクノ DJ やったらそうそうたる人、それこそカブトさんであったりブルーハーブの第三にテクノセットをやってもらったり、それこそ大阪レペゼンパルスパイセンのライブもあるんですけど、それがありながら今すごい大阪で精力的に動いてるジョイントのコウ君とか、うんうん、それこそまあさっき言ったサイレントキラージョイントもそうやし、トライアングルねじろにしてるそれカッキーとかマットジャグとかもみんな出てくれて、それこそ最近20歳になったエスカイネも出てくれるし、すごいすべての今のナイスミュージック、まあ池田が知り合ったナイスミュージックたちをもう詰め込んだ感じのパーティーにはなると思うんで、まあ枯れた葉っぱに合わせた、情景に合わせたヒップホップジャズテクノっていうテーマで、で今回はお送りして、だからその秋に合うすべてのジャンルの音楽を聴いてもらえればなっていう感じで、今回のノアはファイナルでお送りしたら綺麗に散ろうかなと思ってますいやもうノアはね、ほんまに行ったことない人は絶対行った方がいいと思う、まあ、そこについてはちょっと後ほどちょっと話したいと思いますんで、一旦ちょっと休憩入るので、池ちゃん今日ちょっとね、実は今日ね、今日の音楽のテーマっていうか、テーマっていうか勝手に今決めたのが、最初90年代のレイブ期にまあ大体ダブとかまあ、UK とかの話やねんけど、こうレイブ期はサブフロア、サードフロアぐらいまであって、いろんな部屋があんねんけど、まあ、ヒップホップとかレゲエとか、なんていうんですかね、とかの部屋と、あともう一つが、チルアウトルームっていうのがあって、でそのメディテイティブな結構アンビエントとかレイブ機のなんかこうシュワードーンみたいな、こうドーンでもないけどなんかこうすごいもうシンセ入ってくるなんか感動的な展開のなんかアンビエントみたいなとかが結構あって、でそれをちょっとまあ特集しようかなって感じで、最初から僕ちょっとビートなしの90s のこうアンビエントというか、まあそういうのをかけてるんですけど、ちょっと一景ちゃんにアンビエント一曲何曲か持ってきてもらってるんですか。まあそのアンビエントって言っても、その今回僕持ってきたのは最近ヨーロッパでもすごい再燃してるジャパニーズダブフィッシュマンズの、うんうん、ナイトクルージングの2018リミックスっていうすごいアンビエンス性が強いリミックスが、うんうん、
あの2年、3年前にリリースしてたんですけど、それを、かけれればなと思って来てます。了解です。じゃあちょっとそれ言ってもらいましょう。はい、じゃあ一旦休憩お願いします。はい、お願いします。お願いします。ナイトクルージング Night cruising, night cruising, night cruising. また夜にあの子は運び屋だった。夜道の足音遠くから聞こえる。ああ誰のためでもなくて暮らしてきたはずなのに大事なこともあるさ。ああ天からの贈り物。 Yeah Up and down Up and down Slow fast Slow fast Stay together All night cruising Night cruisingNight cruising, yeah. Yeah.
阪ワイズ、本日は第40回ということで、ソロ配信と言いつつ友人をあの紹介させていただきます。あ、池ちゃんです。あの淡路島からあのノアの、ボス主催者、池ちゃん、はい、登場してますんで、はい、猿山でマウンティングパーティーしてます。今日はね、エデニコでなんかね、アンチモの後、そうですね、アフターパーティー残り日、アフターパーティーやってるみたいで、ダン君のバースデーバッシュも合わせて、ダン君のバースデーバッシュね、で合わせて、金沢から PBTV と、そうですね、富山から、富山マンからあのMC ラスが来てもらう、大好きな MC ラス、はい、が来てるみたいで、エデリコンはすごい、パルスマンもやってるんですよね。もう昼の11時11分から始めて、おそらく2時ぐらいまでやるでしょうから、うん、いやもう鉄板焼きもあるみたいで、もうすごい行きたいなと思ったんですけど、高橋お好み焼きの、ベタ焼きはねマストなんで、いやアンチボでも炸裂したでしょ。炸裂してましたね。子供たちが群がってる写真だけ見たけど、ね、3枚食べて3枚目って笑われてすごいショックです、ね、3枚子供たちにベビアって言われて、いやそうアンチボで池ちゃんも今日ね DJ、あ、そうですね、あのクローズで多分おそらく10時ぐらいからクローズ、この大阪ワイズ途中抜けしていくことになるんですけど、そうそう、今日乱入してきたんで、最初にちょっと喋ってもらって、今からちょっと あのエディニコに行くっていうこと で、その前にちょっとね、まあ、フーフィー、ちょっとエケちゃんの紹介っていう兼ねてノアの、告知したいなっていうこと で、ノアの、まあ、ちょっと話に戻んねんけど、まあ、僕はね最初正直にこうもう言うと、はい、まあそんなに期待は、まあはい、行った時の感動がすごすぎるから、まあ そうですね、それに比べると最初のモチベーションはちょっとよろっかぐらいの、うん、あのテンションやったんですね。はい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 。で、まあ、酔ったらもうすごいことになって、そうですね、来てくれた瞬間のコウタ君の目一生忘れないですもんね。星より輝いてましたからね。びっくりしましたね、あれは。もうなんかね、まず場所がいいんですよ、ロケーションが。まあ野外って大体ロケーションいい、皆さん考えてやってるからロケーションいいんですけど、うん、月が大体山とかでやったらまず月見えない、うんし、方角によって DJ ブースの作り方によってはもう全く逆やったりとかするんですけど、うんはい、DJ ブースのこう上に、まあ、月が真上にバーン上がってくるみたいな、ね、でしかも満月タイミングもそういうタイミングやって、どうしてもミラーボールが好きでそういう考え方したく狙って狙って、ね、DJ の真上にミラーボールがあってほしいっていう。いや、あの外で踊るのはまあまあ野外フェス行ったら踊れる可能性はあるんですけど、でさらにこう月までこうバーン上がって、で星空もう、ね、で星が抜け、空が抜けてるんですよね。そうですね、まあ、緑はあるけど結構山のてっぺんみたいなところ、そうですね、で山の本当に頂上の方で、で空が抜けてるからすごい朝日も夕日も、月ももう全部体感できる、海も夜景も、そう、海も夜景も全部見れるみたいな、全部見れる、すごい贅沢なところで、で、はい、まあサクッとだけその時は一回行って、そうですね、で、まあ、次 DJ 呼んでもらって、うん、でまあすごいこう体験を毎回こうやってるうちに、うん、毎回のグレードアップ あのレベルが半端じゃなくてその1回目もすごい良かったけども、2回目のこうグレードアップがだんだんこう増していくっていう、はい、すごい スピードでこう良くなっていく。だから本当はあの大阪万博の時にちゃんと整えてからみんなにドカーンとお披露目したかったんですけど、去年コロナになってそれこそ最初の緊急事態、パーティーするところがない、そんな時でもパーティーがしたいっていうバカたちは、まあ僕を含め割といて、ほんであのノアの会場でそのサウンドシステムと DJ ブースは置いとくので誰でも好きに DJ しに来てくださいってタイムテーブルもなしにやると48時間音が鳴り続けて、はいはいはい、あんまり狙ってもないのに素晴らしい流れのパーティーになって、うん、まあ永遠僕は飯作ってたんですよ。それが一番もう始まりみたいな、一番の始まりでそのじゃあもうみんなやる場所なくて困ってるから、じゃあもうここは開放しようと、うん、もう世界中から音楽ならん日が、ね、あってはならないっていう、うん、でそういうふうになんか使命感に駆られて、使命感ね、勝手な使命感が勝手に分かる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 、みんなから池ちゃんこの人このタイミングで来てるらしいからどうっていうので、毎度毎度奇跡のブッキング
もうそれこそ11月は苦労しましたもん、街が復活してきてるんで、みんなもうスケジュールパンパンとかね。いやでも逆にあの場所で一回やってる人とかはもうぜひって感じでしょ。本当にね、一回やってる人はね、まあ、ね、行ったこと来たことない人はまあ分からないかもしれないですけど、まあ本当に言うと、あのフロアで言うと大体パンパンやったら150人ぐらいがギリかな。そうです ね、フロアで言ったら。でもフロアからずれてても全然音は聞こえるし、 で、ね、で今なんか芝生が引かれてるんですよね、ダンスフロアに。人工芝を、その僕ネオコジキっていう人からゴミをもらってくるっていう活動をしてて、ね、お金持ちのお庭に引いてた人工芝をもらってきて貼って寝てるんです。あれすごいやばい、ね、裸足で踊れるし、ね、もう寝てる人もいるもん、昼間ね、あっこでね、あの、で、この前やったらリトルテンポのねえ、トキさん来てくれた、ね、あれは奇跡の復帰でしたね。あれを 朝方にこう、なんか鳥の鳴き声とともにスティルパンの音とこう、ね、そ座りながら聞くみたいな、ね、大雨降るってたのに青空見えてね。あれやばかったっす ね、 ねえ、前回本当に楽しかった。そういう、あと、まあ、あのビッグボックスと言われるあの小箱をあの、ね、作ったり、かそれもネオコジキしてきたもので、友達の知り合いのジェラート屋さんの駐車場にあった邪魔な、はい、もう20年使われてない豚小屋があって、うんうんうん、でそれを解体して移築しようって、お金ないんで、で移築して作って、名前をどうしようかなって思ったら、あ、それはちょっと怪しいコーラだいぶ多いから豚箱にしようかなって思って、豚箱じゃちょっと詰め込まれるみたいな、ね、詰め込まれるみたいなことになっちゃう、ちょっとイメージ悪いなって思って、可愛らしさも出るかなと思って、ピックボックスっていうのをつけたんです。いや、いいと思いますよ。で、ね、あれって建築の技術持ってんすか。いや、それこそ僕普段肥料屋さん、はいはい、農業の資材屋さんをやってて、はい、で淡路島って農業しながら大工、農業しながら石屋さん、造園屋さん、農業しながら漁師やってる人もいるぐらい、うん、2つ3つの仕事持つのが当たり前の島。あ、そうなんですね。で、その例えば肥料を配達して田んぼを見てね、うん、これに気ぃつけた方がいいよっていう話をするのは無料じゃないですか。そうだね、知識なんで、うん、そこの技術は無料で教えると、おっちゃん、そういやこれをこうしよう思てんねんけど、おっちゃんやったらどうするって質問すると、はい、的確な答えが返ってきて、お金がかからず、うん、その俺は家やったらこうするなみたいな裏技みたいな、うんうんうん、自分でこの材料買いに行って作ったら50万かかるの10万でできるよみたいな話をいろんな人から集めて、うんうん、まあ、ゴミごと集めて、うんうん、で作っていってるっていう、その栗山自体を、そのすごいゴミを拾ってきて作りたいなっていうのがずっとあって、はあ、それで始まったんですか、ネオコジキは。そうです、そうです。でもネオコジキってなんかすごいこう言ってますけど、結構あれでしょ、タワーマンの下とか狙ってこう行く。いや、最近ね、車もらったりね、意味わからない、ね、車もらったりとか、もうあのコジキとかそんな言ってるレベルじゃない。そうですね、そのやっぱその栗山を使ってやりたい表現っていうのが、みんなの幸せのハードルを下げたいっていうのを目標にやってて、それこそね、戦後の闇市みたいにな見た目に今作り変えてて、はいはいはい、来週楽しみにはしててもらいたいんですけど、デコも入れて、また新しきバージョンアップあるんですか、最終形態。そうです、あのデコもアリヒルワっていう、それも淡路島、もともと繊維産業、うんうん、服作ってた倉庫に眠ってた布をいっぱいもらってきて、うんうん、それを縦横無尽に張り巡らしてやる感じにはなるとは思うんですけど、うんうんうん、それがおじいちゃんのスーツの柄のね、反物が丸々もう30年眠ったまんまやったのを掘り起こしてきて、はんはんはん、それをデコで使ったりとか、みんな芝生で寝る時の下敷きにしてもらったりとかで、みんなに配ろうかなっていうのも含めて、いや、動いてて、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、金曜日の夜だけが、ピックボックス。そうですね、金曜の夜から次の日の昼までピックボックス。やっぱりその2日とも寒いと、うんうん、さすがにみんなの心も折れると悲しいで、まあまあ、いろんなタイムの都合もあってなんですけど、うんうん、まあまあ金曜日から遊びに来るタフどもっていうのは、まあまあ、わりかしいるはいるんですけど、うん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 、あまりその野外で人がフロアにいない状態でキックを打ち続けるっていうのが僕すごい苦手な人間で、はいはいはい、だったらアンビエンスかけて踊りたいか踊りたくないかを探りながらもう一度フロアに戻ってきてもらうような捉え方のダンスしてほしいですし、うんうん、まあ、それが結構ね、僕は何ですか、ノアのいいところというか、はい、すごいそのなんていうんやろ、4つガンガン打ってパーティーっていうよりかは、うん、ライフスタイルの一部になってる感じが、ね、昼間はすごいチルな音楽とか、うん、まあ、音楽性いろんな音楽が、うん、ジャズ、ヒップホップ、ファンク、ソウル、テーマもね毎回決めてやってる話だから、そこから得られるもんをまたフィードバックして自分の DJ に
とかあのそのラッパーもテクノで聞いたあの音感をその表現してみようかなって言って、割とそのイベントするたびに若手はすぐ音源に作り変えて、はいはい、ノアっていうタイトルつけて出してくれて、うんうん、この前もサイレントケダージョイント活気、うんうんうん、それこそあのビートの R2 っていうのがビート作ってくれて、うん、まあノアのもうその日に曲作ってくれて、前回終わった後でそのまま PV もラスグラムっていうやつが PV 撮ってくれて、うん、この CM に使ってくださいって言って送ってくれて、みんなすごい応援してくれて、うんうん、見たね、まあ、ストーリー上げてたよね、うん、そうですそうです、まあ、池ちゃんのあのインスタグラム、うん、池田メイク、池田メイクイット、池田メイクイットアカウントをぜひチェックしてみてください。うん、あの、はい、ノアの情報であったりとか、はい、新しいね、あの関西圏のヒップホップのアーティストを絡めて、はい、いろんなプロジェクト進んでるんで、そうです、ね、あのぜひチェックしてもらったらと思います。はいはい、でノアが来週の金曜日の夜18時から、金曜日の夜18時から夕方まあぐらいがね。はい、そうですね。で日沈むぐらい、日沈んでから、まあ、あの全然昼から来てもらってもいいです。あ、もう次の日の土曜日の、はい、いやいや。いやいやそれ僕金曜日の夜なんで、ちょっとそれは なんなら木曜日から来てていいんですなるほどね。あ、だから別に箱の人怒るやんっていう箱の人が僕なんで怒らないんですけど一応木曜日からおるし、はい、みたいな、ね、で、まあ、一応日曜の20時までと考えてるんですけど、ね、うんうん、まあ、その後またピックボックスに場を移してアフターパーティーになるのは目に見えてるんですけどあの僕はさすがに48時が動き続けるんで潰れるんで、その後僕家帰るんで勝手にパーティーやっててくれてたらなっていうのでアフターパーティーは終わらなくていいから次の週までアンプは電源入れとくんで、それこそね、ノアタイミングで来れないけど平日やった時間あるわっていうのをやったらキャンプ道具持って、うんうん、終わってからでもいい、そうそうそう、アフター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 パーティーに来てもらえれば、うん、みんなでそれこそ最後その概念を、うんうん、そのパーティーと普段生きてるのの概念をちょっとずらして、うん、道行く時もニコニコできるぐらい、うんうん、ポジティブになれるような最後のファイナル迎えればなって。そうやね、うん、あのまあもう寒気が入ってきてね、今日も寒くなっているけど、寒いけど、うん、あそこなんかちょっと寒く、ね、あんまりそんなに寒くないですよ ね、あの去年も秋このタイミングで行きましたけど、うん、割と入れるのがその栗の木の葉っぱで守られてる、うんうん、はいはいはい、であの下も絨毯みたいなぐらい栗の葉っぱが散った状態で、それの光景がすごい美しくて、でまああの薪は無尽蔵にあるんで、まあ、無限薪があるから、あの焚き火しまくってみんなで暖を取って、で焚き火から溢れるその煙がまたスモークマシンみたいになって、ミラーボールレーザーとかをいい感じになるみたいな。ちなみに今回は土曜の夜はキャッチパルスパイセンがゴリゴリにやってくれますんで、ついに山地くんがノアにご登壇ということ で、ね、やっぱりそのドンミスイットですね、土曜日 で夜は、まあ、まあ全部見逃すことはないんですけど、うん、もうドンミスイットな、うん、感じの夜中にはなるとは思うんで、ぜひ楽しみにしておいてもらえればと。メンツも全国から集まってるメンツ で、ね、関西圏を中心に ねジャンルとかも結構飛び越えて、すごいなんて言ったらいいんかな、あれはなんか音楽というか、うん、週末をあそこで過ごすっていう、ね、なんかこうライフスタイル、ほんまにライフスタイルって感じだね。ほんまにハマる時間もあるし、うん、ほんまにもうダラッとしてるって全然楽しい時間帯もあるし、だから別にフロアで踊ってないからなんかネガティブってなるのが、うんうん、レイブに行った時にそのすごい僕心的に嫌で、それでいいんだよって言ってもらえる音楽をかけてくれる、うんうん、しかも僕音かぶりがすごい嫌で、うんうん、どっかでやっぱりうんつうんつ言ってたら踊ってる感じにはなっちゃうんで、うんうんうん、それよりもやっぱ自然の鳥の声、葉っぱの擦れる音、うんうんうん、人の動く音をその 3D じゃないですけど、うん、実際僕らが生きてるこの世の中なんで、それをもう一回リアルに360度感じてもらえたらなっていうのが、まあそれによってこう四つ打ちとかもね、うん、映えてくるというか、そうですね、こうまあ何にせよこう波は必要っていうか ね抜き差しのね、うん、なるほどですね。だからその国のその自然の環境がすごいいいところをね、僕は手に入れることができたんで、本当にあまり出てくれるアーティストの方々も何も言わずに自然とテーマが合うんです、うんうんうん、その環境とか色合いとか、うん、そういうのが音にみんな自然と影響を与えてるみたいで、うん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 、なるほどね。で、その19から、21日の日曜日の8、一応8時までは、そうですね、一応。で、ノアが今回がファイナルということで。ファイナルですね。
何をどうしたんやったっけ、今予約200人限定 で、予約オンリーですね、してて鉄のデキで、価格が1万円で、駐車場代も込みやし、キャンプサイトももちろん込みで、はい、ドリンク代だけ、あ、違う、ドリンクは持ち込みですね、ドリンクは全部持ち込みで、フードが全部7食付き、あの7食どころじゃなくて全国の料理自慢が勝手に作ってきてくれてね、おもてなしてくれるみたいな。そうなんですね。ちなみにあの用意できる食材はすべて淡路さんで用意させてもらってて、最高っすよ、あのオニオンスープ最高やからね、あの塩から油から醤油から、今回 の目玉は青パパイヤ、淡路さんの青パパイヤ、青パパイヤを作ってる農家さんが、なんて青パパイヤ、青パパイヤ美味しいですよ。知らんわ、食べたことないわ。そうなんです、だからいろんな料理自慢が、あの僕あのノアのシステムが、あのスタッフはゼロなんです、ノアは実は、うん、で歩いてる池田を捕まえて1万円払ったら自分の家のように使ってながテーマでやっててすごいねで全員がキッチン入って OK なんですね、うんうん、なんでそこで、そこにある食材も勝手に使ってもらっていいんです。そうやね、みんないつも冷蔵庫勝手に開けてるもんね、開けて勝手に飯食ってるんで勝手に料理始まるみたいな。で最近昔淡路島の喫茶店で使ってた鉄鍋をもらうことができて、サビサビやったんですけど、はいはいはい、それもちょっとちゃんと油膜晴らして鍛え直しして、うんうん、で五徳を買ってきて、うんうん、チャーハン無限に作れるようにはしてあるんで、はいはい、無限チャーハン、うん、料理自慢のいろんなチャーハン大会チャーハン大会が始まるっていうことね。うわー、それ楽しみですね。ほんまにフード7食、例えば普通に言って7食ついてて、うん、でいろいろついて1万円ってもう超破格、ね、もうブッキングもねちゃんと一応すごい お金、一応普通にお金かかってるブッキングしてるんで、これほんまに僕結構前からずーっとみんなには言ってるんですけど、絶対これは来といた方がいいと、うん、でまあ何言ってもイケちゃんは結構はっきりしてるんで、はい、予約しなかったらマジで入れない、今回ありえますよ、結構友達やからとかっていうね、もうこれほんまでもオーガナイザーとしては当然やねんけど、うん、はい、まあやっぱりオーガナイザーってすごい大変やし、うん、前もって予約していただけるとありがたいなというところで、今まで予約なしで、まあ、まあ予約してよって言ってしてくれる人はいたんですけど、基本的にまあ勝手に来る方はいらっしゃったんですけど、でまた街がパーティー増えてきて、またありがたみが減っていって、うん、この2年間本来みんなの心はパーティー一つあるだけで心救われたし、うん、その感覚が失われていくのがすごい残念で、その少ないパーティーあるパーティーに心整えて、日々の生活も整えて、友達関係も整えて、でそこに向かっていくその感覚が、うん、僕はやっぱそのリスペクト、友達同士、ストーリー同士、そのアートに対してもそうですし、がそのうまいことなればいいなっていうのが、そうですね。でまあ200人限定ということなんで、はい、でもう日も近づいてきてて、で残り60席ぐらい、おまだ一応60はまだあるんですけど、急げっていう感じですよ。もうマジでなくなる可能性が、ちょっと、ダメ系人間のおじさんたちが多分生きて平成してなかったっけって言いながら、多分40人ぐらい来る可能性が、見越して開けとかんとやばいな思ってるんで、賞味あと 2,30 人ぐらいかもしれないんで、なるほどね。本当に予約は別に前払いとかじゃなくて、ほんまに池ちゃんにね連絡だけとりあえず入れといてもらって、僕の顔が知らなかったら池ちゃんって誰か知らないですかって周りの人に聞いてみてください。そうやね。で出演告知してる人たちはみんな出演者なんで、おそらく、はい、でまあ誰かにこう行きますっていうのを言っといてもらうだけでも、うんね、面と向かってご挨拶させてもらえればっていう感じです、ね、そうやね、うん、まあ今回の、ノアはファイナルということなんで、はい、ぜひ皆さん淡路島で来週金曜日、から日曜まで、日曜までのタイミングで来ていただければ遊びましょう一緒に。ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。池ちゃんちょっともうあれ、ね、参戦させていただきました。エデニコ行かない。今からエデニコで DJ するんで、よかったら皆さんお越しいただければと思います。いやいや、こっち聞いといて、これはチューンイン、はい、ステイチューンで、はいはい、じゃあ池ちゃん最後に一曲曲だけ、うん、かけさせてもらいます。じゃあ淡路島ノアの、ボス池ちゃんが、今日は飛び参加で、ありがとうございます池ちゃん。ありがとうございますこちらこそ。でこの後またね私のソロに戻りますんで、はい、引き続き。お楽しみください。大阪ワイズ第40回最後は沖縄ディレイさんが作った石峰さとこさんの、バイブレーションでお届けします。あ、バイブレーション、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
大阪ワイズ、本日は第40回ということで、先ほどあの淡路島の池ちゃん、友人の池ちゃんを、紹介させていただきました、引き続き、大阪ワイズは、私のソロ配信ということで、お送りします、していきます、もしかするとまた飛び入り誰か来るかもしれないんですけれども、その時はまたちょっと紹介させていただきたいと思います。ということでですね、ちょっと話進めていく前に、今日ちょっとそのアンビエントといいますか、90sのちょっとね、ノンビート、ビートももうビート入ってるやつもあるんですけど持ってきてるんで、ちょっと曲何曲かかけて、で、そうですね、10時半、10時15分ぐらいにまたちょっとトークに戻ってきたいなと思います。あ、こけちゃんお疲れ様です。戻ってきないね。足利くんお疲れです。大気もさっきおったけど、大気は出ちゃったかな。聞いていただいている皆さんはミキセラー、アプリ、ログインしていただいて、アカウント作ってもらってね、ログインしていただいて、チャットに、ぜひどしどしとメッセージお願いします。他になんか質問とか、ご要望とか、あれば、お伺いしますんで、ぜひこちらもチャットにお願いいたします。じゃちょっとDJ の準備、 DJ というか曲の準備するので少々お待ちください。
ありがとうございます。今かけてた曲が、エクスタシーオーケストラのパラダイスです。これ確か日本人絡みのやつです。モールミュージックでね、あの去年あたりに買ったやつなんですけど、次の曲がですね、トランクリティベースの、They Came in Peace, Sea of Tranquility Mix ということでいきます。お願いします。内側へ。が45になってましたね。33なんでちょっと変えました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。これはあの曲が終わってからもね、内側にこう滑っていくときもずっと音が鳴ってるっていう意味わからん不思議なレコードです。エグジストダンスから出てるね、西海岸にいるときにこのエグジストダンスはだいぶあの掘りまして、でまあ現地の、まあこれ西海岸のレーベルやねんけど、あの現地のあのもうそのレーベルの人たちとかもね、お会いしたりとかもできたんで、すごい思い出のあるレコードです。続きまして、これはねあのコンピレーション、この前あのルートダウン、この前というか去年ぐらいかな、あのルートダウンで100円レコードのとこから掘り出したコンピレーションの中に入ってたちょっと一曲を、なんかね結構90年代こういう激しめのレイブとかがいっぱい入ってるコンピに一曲だけなんか緩いの入ってたりとかして面白い。今からかけるのが、ザ・グリッドのアクエリアムっていう曲です。そしたら一番内側のやつよろしくお願いします。
ありがとうございます。続きまして、サイケデリックリサーチラブ、の、タレナーっていう曲のチルミックスっていうのをちょっとかけます。これ最近ゲットしたやつで、多分92年3年ぐらいのやつなんですけど、ジョン・セルウェイっていう、多分今でも出してるんちゃうかな、結構あのダークめの、あ、やってた最近。あ、そう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 、データで出してる感じじゃない？データはどうか最近はチェックしてへんけど、はんはんはん、バリアリックっぽいの、あ、バリアリックっぽいのを作ってたんや、ジョン・セルウェイ名義では。結構データでバンドキャンプかなんかで昔の作品も結構変えてて、今それは結構ダークめのブレイクビーツとかテクノとか今の感じ。でもなんか古いのを掘ったらめっちゃそのバリアリック感あるやつ多かった。これの内側のやつお願いします。チルミックス、よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。今聞いていただいているのは5人とこう、まあ、少ないんですけれども、実はここで1回ちょっと1個ちょっとクイズ行ってみようかなと思います。でチャンスですね。今聞いてるのはかなり人数少ないんで、クイズなんですけれども、今これかかってる、今からかける曲というかかかってる曲の、まあ、誰の曲かっていうのを当てたら、タイトルはまあ別に大丈夫です。誰の曲かっていうのを、チャットか、僕の方にメッセージもらえたら、今日プレゼント、リスナープレゼント差し上げますんで、ぜひお考えになってください。シャザムしたら出てくるかな、これ。出てきたら、あれやな。まあまあまあ。ヒントもなしでちょっと一回行ってみますんで。まあこれ多分全員正解多分できへんかもしれないんで、また、その後は、また違うクイズやりたいと思います。じゃあ、ぜひ聞いてみてください。
クイズ中です、このトラックは誰でしょうというクイズが出ております、正解者の方には、リスナープレゼントを差し上げますので、ぜひシャザムなり、周りにいる人に聞くなりしてこの曲を当ててみてください、誰のトラックか、メッセージ僕の方にメッセージもしくはチャットの方で、コメントいただければと思います。
ありがとうございます。ただ今の曲お分かりになられた方、残念ながらいらっしゃらなかったようなので、打ち切らせて答えはちょっと、答えは後ほど大阪ワイズのストーリーにちょっと上げさせてもらいます。今日サポートいただいてるね、秋広くんが、上げてるみたいなんで。でもお気に入りのね、秋広くんお気に入りのアンビエント。ヒント与えたらよかったな。メンズエッグの、ジャケ？パロディ。メンズエッグのパロディのステッカーが貼られてる青色のあのジャケのレコードなんですけどね。まあ、アシカが行ったで。アシカ、でもアシカが、アシカが、アシカくん、これ、あれ、アキヒロくんのあれ見たんちゃう？まあ、ちょっと、遅かったから、もう一回、もう一回、スキップします。のそうそう。アシカくん、なんかドリンクおごるわ、ほんと。これの、これ最後まであるやつやから、一曲まるまる。デジタルジャスティスの、They're from It's All Gone Pierre's Hope でお願いします。Thank you.
はい、大阪ワイズ、お聞きいただいている皆様ありがとうございます。長らくちょっとアンビエントセットということで、90s をテーマに、アンビエントをかけてまいりました。まあね、まだまだ、紹介したい曲はいろいろあるんですけれども、ちょっとあのバックトゥートークということでトークに戻りたいと思います。緊急事態宣言が解除して、パーティーイベントのフライヤーもよく見かけるようになってき、た状況なんですけれども、年末に向けて、いっぱいパーティーやります。今週末ね、今聞いてもらってる足利くん、前回あのトシキ、京都のトシキじゃない方ね、トシキの、オプティカルの福岡から来てるトシキの、紹介させてもらった時にも、お伝えしたんですけど、C2C っていう足利くんと、トシキがやってる、パーティーが、この前は、できなくなって、ね、コロナでね。で、今回、今週末、土曜日ですね。土曜日にアップサイドダウンでリベンジということでね、行われます。で、今週末はね、結構いろいろ、まあ先週末もすごかったんやけど、まあ大阪、やっぱり大阪といいますか、全国的に、まあ今までの鬱憤を晴らすべく、皆さんちょっとガンガンパーティー入れてるということで、はしごもしやすい環境かなというところで。で、ダフニアは、大工時間っていう、ちょっとね、コンセプティブなパーティーをやってますんで、そちらもこっちゃん、京都から、東京の、ね、こっちゃんね、今京都に住んでるんですけど、来てますし、あと他はマフィンはいつも通り空いてるし、さっきアキロ君が言ってたようにカリフラワーはアゲジーが、やるみたいなんで、そちらもはしごに使えるかなというところですね。あとどこあったかな、まあ、結構ね、先週とかもダフニアでモジュレーションナウとかやってたりとか、あ、金曜日フーヒってやな、どこやったっけ言っていいの、あれ告知消えないなんかルートダウンはいつもパーティーというかルートダウンでなんか音楽かけてみんなで遊んでるんやけど、なんとフーヒットがね、あっこで今週金曜日、明日やね、やるみたいで、まあルートダウンはすごい遊びやすくて、お酒めちゃくちゃうまい、まあまあお酒がめちゃくちゃうまいっていうのはまず一つあるねんけど、音もいいし、でフーヒットの面々はもうみんなファンキーで楽しく遊べるメンツなんで、ぜひ、好き者は行ってもらったらと。結構ウェルカムでね、スペースは狭いけどみんな仲良く、知らない人がいても結構仲良くしてもらえるところだと思うんで、ぜひぜひ興味あったら行ってみてください。クエスタとか、イケちゃんは多分おらんかな、イケちゃんおらんよな多分、まあ、ダイちゃんとか、カジキオくんとかマッシュくんの4人のオリジナルメンバーでやってると思います。あとはそうやね、まあ大阪のメンツかまちゃんとかもパウアウで名古屋行ってる様子なんで、まあ好き者はねパウアウ信者といいますか、まあ、大好きな人いると思うんで、ぜひ僕も行こうと思ってたんですけどね、大阪を守る、大阪ローカルを守る使命に駆られて、勝手な使命に駆られて、大阪に残ることにしました。まあ、大阪でね、いろいろパーティーやってるんで、はしごしまくって、土曜日夜は遊びたいかなと思ってます。で、まあね、来週さっき池ちゃん来てましたけど、19から、21まで、淡路島の栗農園、参加、合同会社参画で、広げられるパーティー、ノア。こちらチケットが、結構ね、売り切れといいますか、抑えられつつあるんで、ぜひ予約の方を、僕も知人だからと言ってっていうことでね、みんなに声かけて、一応名前集めて、予約してもらったりとかしてるんで、もし予約必要やったら僕に声かけてもらっても大丈夫です。イケちゃんに言っときますんで。で、そうやね。あとは、ま、年末に向けてぼちぼちいろんなパーティーが、情報はあるんですけれども、まあ、個人的な話で、2ヶ月半の間、の、ちょっと忙しかった理由としてね、実は、自分でパーティーを、企画して、開催してまして、そのまあ準備であったりとか、いろいろ考えることがね、1個パーティーやるってなったらやっぱちょっとね、結構メンタル使うんで、その辺のちょっと調整で、ラジオはちょっと、置いておこうかなというところで
手が抜けておりました、そこは。で、まあ、その、パーティーというのが、年末、また紹介するんですけど、ナイアガラのね、今日ちょっと使わせてもらって、スタジオ使わせてもらってる秋広の、ワンマンっていうのを、オールナイトロングをちょっと企画しまして、ダフニアでこの前やったんですけれども、まあ、来てもらってた、方ももしかしたら聞いてるかもしれないですけど、まあ、すごい、いい感じでできたと思います。で、まあ、いろいろね、ワンナイトワン DJ みたいな企画っていうのは、ここ最近、まあ昔からでもあるし、8アワーズとかね、あるんですけど、まあ、何がやりたいっていうことかというと、まあなんかその DJ、その DJ を一晩を聞きたいっていうよりかは、なんかその音楽を通してこう空間を作りたいっていうところに、こう、オーガナイズ的な意識はあって、で、まあ、もちろんお客さんも、出演者としての、一人やし、まあ、デコとか 音響とか、照明とかもそうやねんけど、まあ、DJ も言ったらその何て言うんですかね、一つのパーティーを作るための一つの、役割っていう形で、で、まあ、今回のパーティーを、まあ、企画するにあたって考えたのが、まあ、その何て言うんですかね、ポジティブな結構明るいイメージの、まあ、ファンキーなパーティーができればなと。で、まあ音楽性が結構高い、その生音とか、もういろいろ混ぜて、幅広くちょっと、楽しめるような空間で、いうふうな、こう、コンセプトで、個人的には、こう、オーガナイズしてきました。で、まあ、DJ 選んだのが、まあ、身近でずっと聴いてきてた、まあ、秋広っていうところで、やったと。で、なんか、その、まあ、ミックスっていうか、まあ、その DJ パーティー的には もちろん面白かったんですけど、今、こう、実はあれね、すごい外音マイク録音で、すごいマイクで撮ってて、なんか話に聞いたら、こう 5.1 チャンネルにするためのスピーカーとか、スピーカーというか、まあ、マイク、すごい広角マイクっていうのを使ってて、で、まあ、それでちょっと録音して、外のお客さんの声を、まあ、マイクで撮って、天井から。で、LINE で、DJ のミックスを、かけるっていうような、感じで撮ったんですけど、まあ、それを今ね、どうやってこう世に出すかっていうのを今ちょっと考えててね、一つの噂ではなんかボックスセットに全部ワブというかちゃんとした正規でマスタリングちゃんとしてボックスセットで10時間半、ほんまは多分12時間ぐらいやってたんやけど、10時間半ぐらいで録音は切れてて、で10時間半まとめてボックスセットにしてなんか、うろか、みたいな、話とか、まあ、あとはダイジェストにして、まあ、まあ、いい感じのミックスを1時間20分に凝縮させて、作ろうかとか、まあ、いろんな、こう、アイディアが今あるんですけども、まあ、まあ、それはちょっと お楽しみにしておいてもらえたらなと思います。で、昔はね、よく、マイク撮りして、CD に焼いて、で、ミックス CD として出してる先輩とかも結構行ったりとか、海外のミックスとかでもそういうのあったりとかもしてるん、したんやけど、まあ、なんかやっぱ結構声と、ライン撮りの、その、音、があんまりまあそこまで良くなくて、まあ声がちょっと気になりすぎたりとか、そういうのがあったんですけどね、今回それを払拭してちょっと今回その PA に入ってもらった、カバミックスカバさんと、相談してちょっとそのミックスのリリースっていうのは、考えております。やっぱ外のお客さんの声とかね、歓声とかが混じるとすごいこう面白くて、自分がその現場にいるような、感覚を持てると、ライン撮りだけだったら、まあ、単純にそのサウンドクラウド聞くなり、まあ、なんていうんですかね、ミックスを聞いてるっていう BGM 的な感覚にはなるんですけど、まあ、お客さんの声が入ってることによって自分が現場にいる感覚を持てるというのを改めてね、ちょっとデモを聞いてる時に思いました。もうすごいテンション上がるやつが出来上がると思うんで、期待しておいてください。そうですね。で、まあ、まあ、秋広の、結果的に10時間半やったんですけど、まあ、それの回もあって、いろいろ、動き出してるみたいで、まあ、彼もね、DJ、今ちょっとかなり力入れてやってるみたいで、ここ1年2年でだいぶかなりスキルアップして幅広い展開を今見せてるようなところなんですけれども、彼がね最初からずっと主催してた、ナイアガラっていうパーティー、年に1回
年に1回というか、まあまあやれるチャンスがあったら全然ガンガンやっていきたいんですけど、あのまあ今コロナの状況とか、あとまあ、あのやっぱりパーティー作る上で、あの全ての状況がちょっとバチッと合わないとなかなかできないっていうところもあるんで、今年一みたいな感じになってるんですけど、まあ、去年はね散々振り回されて、まあ、話聞いたことあると思う、聞いた人もいるかもしれないですけど、まあ、ヌーンがちょっと、まあ、コロナでできなくなった時に、まあ、5日ぐらいしか日程がなくてね、でその5日間の間にちょっとまあ別の場所探して、で新しい箱、まあ、ウェアハウスみたいな状態でスケルトンからまあ作り上げて、去年のナイアガラは、まあ、成功したのかどうかっていうのは分からないですけど、まあ、ちゃんと一応ちゃんとしっかりできたかなっていうところ で今年は、まあ、そういったこうブレのないように、まあ、間違いないところでね、ダフニアで、ナイアガラさせていただくことになりました。当初いろいろ話あったんですけど、日付が12月28日、ちょうど、おそらく、仕事納めかなと思います。仕事納まってない人は、できればもう本当に有給取るなり、休み、作ってでも来ていただければと思います。で、まあ、フルメンバー、東京のね、DJ 滝さん、僕とね、アキヒロ君で3人とレジデンツと、いつもおなじみの、まあ、もうレジデンツと言っても、まあ、怒らないと怒られるかもしれないですけど、レジデンツと言ってもいいんじゃないかという、すごい優しい先輩ケイザー北沢さんと、イケちゃん、照明でライティングやってもらって、ダフニアでもう最高の箱なんでね、ダフニアは思いっきり年末締めさせてもらおうかなと思っております。で、そうですね。で、ここでね、ついに、クイズなんですけど、まあ、これ、最初にちょっと、まあ、もう最後なんで、プレゼント言っときますけど、今回はロンティーになります。ロンティー、サイズが一応今、持ってる分は、限られてるんで、サイズ合わなかったら、もう作る予定があるんで、まあ、一緒に、ちょっとオーダーメイドで作っちゃおうかなと思ってます。まあ、正解した方には、ロンティーを、大阪ワイズのロンティーをプレゼントしますんで、ぜひぜひ、今のチャットに、回答をもらうか、僕の携帯、まあ、携帯というか、なんか LINE でも何でもいいんで、僕の方に直接メッセージいただいても構いませんし、先着1名です。で、クイズですけれども、まあ、ナイアガラが12月28日に開催、今年は12月28日に開催されるというところで、実はね、もう結構2000何年かな、まあ、やってるんです。かなりやってて、まあ毎回ちょっと去年も周年として年末締めさせてもらったんですけども、今年でナイアガラは何周年になるかっていうクイズですね。はい、もう始まってるんでね、ナイアガラは今年で何周年になるかっていう回答をお願いします。まあね、あきひろくんのインスタグラムとか見たら一発でわかると思うね。去年のフライヤーとか上がってるし。消す今消すだから早いもん勝ちやから、もう見たもん勝ちやし、言ったもん勝ちで、ナイアガラ今年何周年かっていう話やからな。僕のインスタグラムを見てもすぐわかると思うし、まあ、逆になんかショックへ回答されてへんかったら、もうロンティーいらんねやみたいな。ありがとうございます。来ました、ハイファイミキサーさん。でハイファイミキサーさん誰かわからない誰かわからない15周年ありがとうございます。正解です。ハイファイミキサー様にロンティーを、大阪ワイズのロンティーをプレゼント差し上げたいと思うんですけれども、もしよろしければ直接僕のインスタグラムの方にメッセージもらっても構いませんし、このアカウントの名前が全くわからないハイファイミキサーさん、ちなみにもしよければ DJ 名でも名前呼ばれてる名前でもいいんで打ち込んでもらえ俺ちゃう俺言うてきたけど誰みたいないやこれハイハイミキサーでこう入っていいで、はいはい、最近入っていいで、最近入ってきてずっと聞いてるわけじゃない、誰やねんみたいな話だけど、俺俺ってちょっと誰っすか、俺俺って言うてるけど誰やろうな、ハイファイミキサー、ミキセラかな、誰やろうな、ミキセラー、ハイファイ、ハイ、え、そうやね、全然読まれへん。なんかダブ感出してきてるけど、ミキセラっていうアプリの名前やし、あ、カイト、カイトか、あ、カイトや、カイトや、
あざスカイトっていうかお前ほんま T シャツ持ってるやん、ロンティーまで狙ってる気な、狙う感じまあまあまああげます、おめでとうございます。もしかしたらカイトあのサイズ合わんかもしれんから、またちょっと作りますんでロンティーよろしくです。それでは残りの皆様何か聞いてたよみたいな言ってくれたら、またクラブでドリンクをおりますんで、ご拝聴ありがとうございます。かずこちゃんとかも長いこと聞いてもらってありがとうね。足利くんも、足利くんも土曜日ね、パーティーやから、あ、ロンティー欲しいから買うわ。ありがとうございます。また、サイズだ、オーダーメイドを作りますんで、またメールしときます。リストを送っときます。足利くんね、今週土曜日、パーティーやから、また遊びに行きます。そうね、あいつ聞いてないやん。トシキ聞いてないな。お前、あいつ、足利くんが聞いたけど、トシキ来てないわ。ほんま、お仕置きやねん、マジで。トシキ忙しいから、うん、噂のね。うん、あ、いえいえ、もう全然楽しみにしてますんで、もう前回できなかったからね、せっかくこう、OSAKAWISEでトシキに紹介してもらって、やったんですけど、できなかったから、もう、ぶちかましましょう。よりくんも PA に入ってるみたいんで、アップサイドダウン結構久々やね、なんか、しばらく遊んでなかったかな、みたいな感じなんで、遊びたいと思います。で、今回はね、カリフラワーも下、バー空いてるっていうことで、パーティーにちょっと一杯カリフラワー寄ったりとか、マフィン寄ったりとか、クラブサーキット、DJ バーサーキットができる、なんか、あれやね、レッドバーと8と、あれみたいやね。ふふ、感じになってるよ、もう。まあ、なんか遊びやすい感じなんで、今週末も張り切って遊んでいきましょう。まあ寒くなってきたんでね、皆さん健康には気をつけて、元気よく遊んでいきましょう。まあ年末にかけてまたいろいろなんていうんですかね、いろいろな規制とかも出てくるかもしれないですけど、まあ今がチャンスやと思ってガツガツ遊んでいきましょう。それでは最後1曲だけかけて終わりましょうかね。長らくお聞きいただきました皆様ありがとうございます。OSAKAWISE40回、結構ねもうソロ配信の時とかは結構こういう感じでダラッとやりますんで、皆さんよろしくお願いします。でもまあプレゼントあるからね、絶対皆さん聞いてもらえるっていうとあるんですけど、プレゼント頼りみたいなところもあるんですけどね。まあ最後1曲かけるんですけれども、ジミー・コーティのソロのアルバムで、スペースっていう、やつね、KLF のジミー・コーティビル・ドラムンドと KLF やってたんですけども、この人実はオーブの初期メンバーといいますか、まあオーブ、まあ噂の話というか本読んだだけの話なんですけど、オーブはそもそももうジミー・コーティーのプロジェクトみたいな感じで、まあアレックス・パターソンがこう横でこうやってくるみたいな感じのものやったんですけど、なんかこういざこざがあって、結局もうオーブ上げるからもう俺出るみたいな感じで、ジミー・コーティー抜けたみたいな。だから初期のオーブの、89年とかの作品にはジミー・コーティーの名前が残ってたけど、ディスコグスでは消されてたりとかっていうのがあったりとか、結構面白い。でそのジミー・コーティーを僕めちゃくちゃ好きで、オーブの作品の中でもそのジミー・コーティー関わってる作品はめちゃくちゃ好きやったりとかするんですけど、でまあソロのアルバムが唯一1枚ちょっと出てるっていうことで、もう血まなこになって探してやっとゲットした1枚です。まあスペースっていう、だから、ね、こう宇宙にこう飛ばされて浮いてふわふわしてるみたいな感じの展開からすごいところまで持っていかれたりとかもするんですけど、A 面 B 面あってどれかけようかって感じなんですけど、 A 面とりあえず片面だけかけて今日終わりたいと思います。まあ、気になる方はぜひチェックしてください。KLF もチルアウトも持ってきたんやけどね、こっちの方が多分皆さん聞いたことないと思うんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあ皆さん、はい、長らくご拝聴ありがとうございました。OSAKAWISE40回。次回41回は、おそらく2週間後ぐらいに、しっかりブッキングして、スケジュール通りやりたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。